ミスノッカーの騒ぎ、よいしょー。さあ、今回もやってまいりました。司会は私、横川雄貴でございます。よろしくお願いします。さあ、そしてもう一人司会は、ゴールデンウィークはお花を見る旅に出かけます、ブラック近藤です。どうぞよろしくお願いします。だからいつも黒いんです。目いっぱいのテンション目いっぱいのテンションでそれだったんですよ。すごいなんか頑張ったんだね。頑張った。通知表に書いといてあげるよ。じゃあ、うん、頑張ったからね。ね、今日ね、我々ね、黒と白でね、偶然ですよね、この黒と白は。本当だ、昨日電話したもんね。昨日だ、偶然だっつってんじゃん。偶然って今言ったばっかだからさ。偶然じゃないよ。まあね、じゃあね、我々今日黒と白でございますけども、はい、今日、紹介する子たちは黒と白ね、どっちなんでしょうか。はい、ではご紹介しましょう。今日の選手はこの子たち。最近ほうれん草を食べています。どちらかというと白色です。竹内沙織です。見ない、内面がってこと。内面、ちょ、聞いて。何が白なの。性格が白ってことなの。全部です。あ、全部なんだ、はい、すごいこと言ってるけど。はい、じゃあ続きまして。最近27歳になりました、井之垣です。中身はピュアホワイト、その外はブラックです。なんか化粧水みたいなキャッチコピーですね。はい、よろしくお願いします。はい、そして最近カフェ巡りにハマってます、松田里奈です。いいですね。慣れてないからカメラ目線外れてるのがいいですね。好きじゃないですよっていうのがね、またね、いいですけどもね。さあ、それでは続きまして、皆さんご存知、ラーメンモデルの大なんやです。私は色が白いので、どっからどう見ても白です。お願いします。あのさ、大野さんさ、まずラーメンキャラ定着してないから。なんかもっと出してた方がいいんじゃない、ラーメン。じゃあ今度ラーメン作りましょうかね。ここで。せめて作ったの、違う、せめて作ったの振る舞うとかでダメなの。絶対時間かかるからさ。麺切りまでいけないって出てるから。さあ、じゃあ次行きましょう。次は、はい、名古屋のボブサップ細川理子です。色は黒いんですけど、誰よりもピュアな心を持ってます。まずボブサップに誰か触れよう。なんだよ、ボブサップをさっきから言ってんだけど、なんなのそれは。なんで名古屋のボブサップなの。なんでだったっけ。決めてから来なさいよ、あなたも。何回か会ってるから厳しいよ、今日リコちゃんに。厳しいですか。はい、じゃあそれでは続いていきましょう。優しくしてください。はい、私の片言は母親譲りの生まれつきです。上出聖子です。どうした。あんな、何クリアです。あ、色がね、色がね、黒か白かってクリアです。どう、ね、前回も出てもらったと思うんだけども、はい、慣れました。少し慣れました。そうだね、今日ね、なんか、ね、慣れてない人ばっかなんだけど大丈夫かな。慣れてますよ。大丈夫、その列すごい不安なんだ。大丈夫です。大丈夫ですか。最前列頑張っていきます。はい、よろしくお願いします。最前列じゃねえじゃねえか。さあ、このメンズで今日もやっていくわけなんですけどもね、はい、どうですか、大丈夫ですか。大丈夫だと思います。本当に根拠のなさすぎて怖いんだけどね、はい、まあじゃあとりあえずいつもの行きましょうか。はい、はい、はい、岐阜から今からミスカラー始まります。さあ、それではね、はい、今日もう不安でいっぱいなんですけどもね、はい、まあとりあえずコーナーに移りましょうか。はい、最初のコーナーこちら、ミスイの社会勉強、こんなとこ行ってみたー。さあ、今日はどなたが行ってきてくださったんでしょうか。はい、今日は猪子清香ちゃんと、今手挙げてくれたから、はい、拾ってあげようよ。一気に山本夏美ちゃんがね、あ、休みなんだ。はい、2人で行ってきてくれました、ね、わかりました。じゃあね、どんな内容になってるのか、はい、まずは VTR どうぞ。お、出ましたね。お、ここからの止まってるんですけど、これは本当に、あ、動いた動いた。まず外観ですね。外観ですね。なっちゃんっぽい人左にいるね。そうです。今日はミスユニバース岐阜オフィシャルスポンサーのサハイヤ様へお邪魔しております。サハイヤ様、オーナーの岩田さんです。よろしくお願いします。サファイヤ、お店の紹介とサファイヤ様の
セプトを教えてください。まあ、いい声。場所としては、岐阜県庁の近くで、まあ、聖徳学園高校の近くでもあるんですけど、プライベートサロンっていう形で、めちゃくちゃマンツーマンで、オーナースタイリストという、まあ、1対1でお客様と対峙して会話をしながら戦争しているというやり方で、利用にお経営しています。はい、ありがとうございます。いいですね、カンペを隠さないスタイル変わっておりません。頑張れ。スタイリングとか流行に敏感なんですけども、はい、その意識しているところはありますか？そうですね、最近はもう、なんだろう、インスタグラムとかで結構その、まあ、なんだろう、ヘアスタイル動画がいっぱい上がってたりするので、それがもう流行のなんか割と中心になったりするので、それのその動画にある程度こう、まだ、あの動画、インスタグラムとかにあるような動画なんですけど、誰もマイク持って喋ってとか参考にしながらというか、東京の方のヘアスタイルを見てみたい、もしくはその今の流れをこうある程度なんだろう、こうまあそういう写真とかそういうので拾いながら、まあそれをこうまあちょっと流行をまあ取り入れながらお客様に提案したりとか。いいね、なっちゃん。もしくはその方がいい、まあ、お客様がそれで、まあ、流行ではないものがやっぱご希望の方も見えるので、その場合は、これ撮ってんの、まあ、その人のご希望を重視しながら、まあ、じっくり話をして、そしてカウンセリングをまあ使える時間を取って、それから制作する。まあ、あ、でもなんかおしゃれな店内だね。そうです、そうです。落ち着きが、まあ、まあそんなにだから誤差が少ないようには、まあ、させますよ。さるちゃん、マイク持ってしゃべる。店員が長い手のプライベート、天井が青色だね。そうですね、結局、もうその、なんだろう、まあ施術、その方が大事にしている間はまずマンツーマンなので、まあ本当にまあ、気の済むまで要望を言っていただいて、まあ、そういう方なんですけど、まあ、ある程度しっかり要望を言っていただいて、それでそのまあ、お互いこう、なんかこういうスタイルにするというのが完全に決まった上で成立するという。ああ、なるほど、いいね、こういうとこ。ということになります。いいね、せっかくいい話してくれたのにカンペ丸見えなんだけど、大丈夫？そうすると思うんですけども、はい、そういう話を覚えたり、その意識して会話したり、やっぱ女性が多いと思うので、ああ、どういった話？まあ、そうですね、前、まあ、まあ、常連さんとかに関して言うと、まあ、前回の話とか、まあ、割とカルテとかそういうのも書いてたりするんですけど、まあ、話の内容は結構覚えてはいるので、その内容を踏まえて、どうなり、ま、件どうなりましたとか、なんかそういう感じでこう、まあ、話を広げていって、まあまあ、マンツーマンなので、結局場合によってはその例えばこう、ね、仕事上でこう悩みがある方だとお悩み相談みたいなとか、まあ、本当に何人もいる、まあ、大勢いるようなサロンだとなかなかこう難しいような会話が可能になったりするので、まあなんだろう、割とこう気楽な感じで来てもらって、それでこう悩みとか話してもらったりとかしながらみたいな、だからまあそういう聞いてくれるんだ。そうです、そうです、割とこうサロンだけどこうなんか息づなんかこう敷居が高いというか、そういう人高いんだよね、まあ、電話しにくいからね、話しやすいとか気軽に寄れるっていうサロンがこう希望の方は、まあ、うちだと割とそれに合ってるかなという、まあ、そういう印象ですかね。入りやすくしてくれるから相談しやすいんだ、はい、いいね。そうですね、ちょっとつなげていってみましょう、はい、頑張ってるうなちゃん。妻の新規開拓、新しい妻に何か対策とかそういうことをしてるんですか？取り方覚えて、まあ、対策的にはありがとうございます、掲載してるんですけど、そこにこう必死でした、モデルさんとかに協力してもらって新規、まあ、のスタイルをいくつも上げて、そのスタイルでまた気に入ってもらえる人がいれば、それでこう来店する動機になったり、まあそのインスタグラムなんですけど、ね、インスタグラムで写真いっぱい上げて、まあこういうことをやってますっていうことをある程度こう伝えることで、それでこうお客様の、まあ、なんだろう、それに合う人たちが来てもらえるといいのかなっていう。なので、まあ、なんか定期的に、まあ、ヘアスタイル写真の数は多分かなり多いと思うんですけど、はい、いろんなスタイルを上げてはいますけどね、はい、実際にそれを見て来店されるお客様も、まあ、たまにそうですね、ホテルパーのこのスタイルがいいからこれにしたいという方もいたりするので、そういう意味では、まあ、意味があるというか、一応それがつながっておりますので、まあ、そのためにもスタイルヘアスタイルを上げているっていう、まあ、いい話すぎて、ミスミの子たちがピクリとも動かない、うん、真剣にね、ちょっと聞いちゃう。最後にお店から熱意あるね、美に対するメッセージがあれば、今田さんから。美に対する、
まあ、女性はね、おそらく、まあ、何歳になってもこう、まあ、美容というか自分の、まあ、あの美に対する意識っていうのがある方が、まあ、多いと思うんで、うん、まあ、その何だろうな、年齢というものではなく、その人が本当にこう、まあ、追求したい美とか、そういったものをこうなんかサロンで叶えることができたら、それが一番、まあ、理想かなと思う。素敵ですね。まあ、その人がこう、まあ、どういう、まあ、例えばこう人生でどういうような、まあ、今あの局面になるのかみたいなことも含めて、まあ、その時に合ったこうヘアスタイルとかの提案ができたりとかすれば、まあ、いつもこう、まあ、スタイリストとしてはベストなのかなっていう、まあ、いいね、その方に合ってて、ね、かつこうその人がいい、まあ、気持ちよくサロンをこう、まあ、あのアドリブできるっていう、そういう形になるんですけど、どう思うんですね。はい、ありました。ありがとうございます。いや、真面目な方ですね。アクセス、内容を聞いておりますね。まあ、大体、まあ、車で来られる方が多いんで、車だと、まあ、その、聖徳学園高校のすぐ近くなんですけど、それともその聖徳学園高校前っていうその、バスターミナルというか、近くにあるんで、そこを利用してもらうかっていう形になるんですけど、で、あと、まあ、真面目なんだろうな。朝の10時から夜の真面目な形なんで、まあ、ある程度8時ぐらいまでに来ていただくと、まあ、割と夜 の, あの遅い時間帯でも提出したりするので、その辺はまあ要はお仕事帰りの方とか、その辺の方に話調べたら出る、あの、まあ、出ましたよ、出てます、うん、インスタもすごくされていて、あと、まあ、なんだ、車で来られる方、ちょっと駐車スペース迎えに来てくれるんですよ、岩田さん迎えに来てくれるちょっと狭いんですけど、お父さん、まあ、遠いから、それは1対1って言ったじゃないですか、なんか優しい、うん、女性のためだけなんだね。今日はミスユニバース、でも男性とかも、あ、もちろんもちろん、会ってみたいな、はい、ね、めっちゃ姿勢いいもんねほら、立ってる姿勢ですけど、あらあらあら、清香さん一回も映っておりません。あえだいやー、つい見ながらね、今回初めてみんなでやいのやいの言うこの展開でございましたけどね、うんうん、はい、もうみんなが慣れてないのが丸分かりでね静止画みたいになってたけど大丈夫だったでございますけどね。いやー、でもどうでした、その実際人物に触れてみてどうでした、お店の方というか、まあ、そうですね、お店の方はその岩田さん、岩田さん、岩田さんなんですけど、オーナー兼、スタイリストというか、はい、本当にご自身、はい、お一人だけでされてるっていう、もうプライベートサロン、そうです、そうです、あら、本当に1対1っていう、もうお客様のための空間を提供してるような、うんうん、もう本当に居心地のいい空間でしたね。で、まあ、何より岩田さんが本当に気さくで話しやすくて、その人柄にあのお客様も、まあ、見えてるのかなって。あ、なるほど、岩田さん目当てでも来てるんじゃないかなみたいな、はい、いや、でも、はい、あんなにいい声で、しかも姿勢いい人だったら俺会ってみたいなそこ、いや、ずっと姿勢いいんだよあの人、めちゃくちゃでも安心感ある喋り方だから、はい、どうボブサップは行ってみたいです。うん、そうだね今ねその話してた、うん、後藤さんどうでした、でも話聞いてて。そうですね、でも、まあ、大型店とか本当入りにくいっていう人たちもいると思う、うん、プライベートだと安心できますよね。まあ、そういうこと、まあ、なんか言いづらいこととか、うん、あとやっぱりこう、ね、自分のことってなかなか言いづらいじゃないですか、うん、それが話しやすいっていうのはありがたいなと思うんですけど ね、 ね、リラちゃんどうだった。マンツーマンのサロンってなかなかないと思うのですごいなと思いました、うん、行ってみたいですね、私も。もうみんな行ってみなくてこのメンバーで行ったらいいんじゃない、行ってみたいと思いました。私ここのサロンモデルをしてて、うん、今回それがきっかけでユニバース出たんですよ。あ、そうなの。本当に私岩田さんのことすごいよく知ってるんですけども、本当にいい人で、それこそさっき言ったように迎えに来てくれるし、うん、こうなんていうんですかね、話しやすい、ですごくお客さんのこと思ってくれる人なので、ぜひ行ってほしいなって感じですね。うわ、なるほどね。サファイエさんってカタカナで言うのかな、これはね。そうです。で、調べたら出てきます。打ったらもう、じゃあサファイエさんでやっていただけたら出るそうでございます。皆さんぜひ一度行ってみていただきたいと思います。以上、未遂の社会勉強、こんなとこ行ってみたでした。はい、ありがとう。じゃあこの次のコーナーはですね、何でもコーナーでございますが、はい、その前に一旦 CM に行きたいと思います。どうぞ。岐阜から今からミスター、イエーイ。はい、
はい、続いてのコーナーは、はい、何でもコーナー観光スポット企画岐阜のおすすめスポット女子会編というわけでございますが、はい、どういうことなんですか、ねね、今日行ったのは誰ですか。今日は、はい、2人ですね。いいですね。おお仲いい割にはマイクが回ってこない、うん、あ、そうなんだ。ちょっとなんかよくわかんない空気が漂ってんだけど、ちょっと見た方がいいかな、ね、そうしましょうか、はい、じゃあまずは VTR の方見ましょう、どうぞ。かわいい。皆さんこんにちは、ファイナリストの大野彩と細川莉子です。今日はですね、岐阜のおすすめスポット女子会編を私たち2人で紹介していきます。いいよ、イエイ、はい、イエイ。ここはですね、どこ、今岐阜県岐阜市長良橋のバス停に来ております。はい、今日はここ最近ちょっと注目を浴びている古風な感じのね、河原町を紹介していきたいと思います。おー、じゃあ行きましょうか。行きましょう。バス来ちゃったすごいタイミング乗らないんだ。乗らねえんだ。じゃあここじゃない。ここだね。おしゃれ。ここでお着物が借りれるそうなので。そうなんです、ここでね、お着物借りれるみたいなので、私たちもね、着替えちゃおうか、リコちゃん。かわいいお着物。かわいい。珍しい柄だね。行ってみましょうか。はい、聞きたいんだけど、全然あやちゃんにマイクがいってない。はい、ということで、着替えてまいりました。アンティーク着物がね、多いんですよ。いいね、これ。リコちゃん、ちょっと見えてないね。これはね、独特な柄なの。そうですね、こういうちょっと変わった、あ、かわいい、レトロな昭和っぽい感じの柄が多いです。かわいい。どうですか。ミツバチになっちゃうね。この着物を着てもミツバチになっちゃったよ。はいはい。ちょっとあざとさがイラッとした。ということで、ちょっと結構アンティークな感じのね、お着物ですね。すごいかわいいです。はい、かわいいです。そう、オルガン着物さんではこういうね、お着物がたくさんあるので、ね。ないんかい。多分女子が好きそうな感じで。考えてこいよ。街歩きね。うん。これ反省会だった。リコちゃんが喋るか。じゃあテンションが上がったところで。上がってないよ。早速ちょっとフラフラしてみましょう。上げてけよ。え、これメンズの着物とか。でもメンズもあります。ああ、いいな。雰囲気がいいです。それにもおすすめですね。落ち着きますね。落ち着きますね。いいね、街並みが。うん。いいですね。デートスポットとかね、使い物で一緒にこうやって歩くといい。ここ何屋さんだろう。ここはなんか決めた。イケド？喫茶店？喫茶店ですね。美味しそう。いいね。あ、入ったんだ。入りました。コーヒーをいただきました。いいね。いい感じ。素敵。いいね、なんかこっそりお忍び旅行とかで、ね、そうですね、結構奥の方まで店内あるので。広いんだ。広いです、広いです。出ちゃいました。せめてなんかもうちょい紹介しようよ。何があんのかなってすげえ今期待したんだけど。みんなに行ってほしいので。裏に出たみたいな。ただ通過しましたね。気になるよ。いいね、このもったいぶらせ感。着物を見せたいのが分かるんだけどね。池戸さんに何があるの。これ温泉みたいですよ。これ何、温泉ん、あるの。テイユ、足湯じゃない、足湯じゃなくてってやつですね。あ、え、湧いてるんだ。すごい、初めて。手入れてみて。ちゃんと英語でも本当にあったかい、ね、そうなんです。うわ、いいよな。あったかいです。ジャスラックの暖かいです。私も手入れたい。今入れるから今入れるからあったかい。香りが。え、温泉なの。温泉です、湧いてるんです。どんな成分。亜鉛とかそっち系ですね。匂いがすごい。香りする。黒いの出てる。あ、本当だ、なんか香りする。あったかいです。癒されました。こんなのがあるんですね。すごい気持ちいい。お湯ってスパさっきまで雨が降ってたので
そうですね。経由でした。ハンドスパ。入ってみたいね。いやこれいい。皆さんもぜひかわいい置物を着て、おしゃれなカフェに行って、河原町の風情ある町並みを楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、はい、というわけでございまして、はい、ありがとうございます。どっかいっていうけど、あれですね、うん、なんかデートスポットとしてもいいな。いいですね、いいですね、本当にいい感じ、ね、どうでした、行ってみて。ですね、ちょっと時間の関係で紹介できなかったところがあるんですけども、出るかな、何出る出る、何写真が、これ矢島コーヒーさんっていうんですけど、ちょうどさっきの河原町からすぐのところで、金華山のふもとにあるあのカフェなんですけど、こうちょうど窓から岐阜城がぴったり見える、見えるんだ、すごいおしゃれでいいカフェがあります。でも閉まってるよそれ。今日ちょっとこの日はあの写真を撮りに行って別の日なので、タイミング悪いなでも本当こういう、そこから見えるんだ。そうです、すごく綺麗にちょうど、うん、見えますね。でこういった おしゃれなカフェとか、うんうん、あのさっきの喫茶店だったりとかいっぱいあるのでおすすめですね。いやでも街並みとか素敵でしたね、うん、リコちゃん。はい、素敵でした。うん、かわいいな行ってみたいと思いましたよ ね、 なんかね、はい、閉まってるお店もあってちょっと、うん、そこに行けなかったのが、ね、残念だったんですけど。あ、もう全店舗じゃあ制覇したいぐらいの街並みだったんだ、はい。見ててどうでした聖子ちゃんは。風景と着物がすごくぴったり合っていて、すごく行きたいなって思いました。なんで笑うんですか、ね、なんでみんな笑った。おかしいなおかしいよ。ヨカちゃんどう、なんかねいいよね雰囲気的に。いいですね。気になるお店あった。気になるお店は、気になるお店、あの一番最初の池戸さんは、うん、まあもうちょっと見たかったあ、デイさんのダメ出しが入りますよこれは後で。いや今度行ってみたいと思います。皆さんに行ってもらいたいから、どんなとこか行ってもらいたいから、ちょっとあえてもうちょっとアピールしなさいよ今何やか分かんなかったじゃん喫茶店だよね。でもなんかあの街並みにあってすごいなんか美味しそうな感じしましたけどね。そうですね、行ってみたいですよね、うん、お父さんないんかい。ないんかい。今日ね V もそうだけどあなたもそうなんだ。ないんかい本当にもう、まあでもね、あの和気あいとして行く場所にはいいかなと思いましたけどね。いいですね、女の子同士でこう行けるっていうところもね。ね、まあなんかあの、ああいう着物着て街を散策するっていうのはやっぱり素敵だと思うんでね、皆さんぜひ行っていただきたいと思います、はい。以上、なんでもコーナー観光スポット企画、岐阜のおすすめスポット女子会編でした。ありがとうございます。さあ、それでは続いては活動報告なんですが、はい、その前に一旦 CM に入りたいと思います。岐阜から今からミニスカーイエーイ。はい、続きまして、はい、活動報告というコーナーでございますが、はい、そうですね、今日は誰なんでしょうか。今日は、ミスユニバース岐阜グランプリの竹内沙織ちゃんが今日聞いてくれましたね。あ、沙織ちゃんです。はい、じゃあ、じゃあ行っていただきましょうか。はい、じゃあ報告お願いします。はい、竹内沙織の活動報告です。はい、ミスユニバース岐阜が岐阜市信長校450プロジェクトのお手伝いをさせていただけることになりました。あれ、信長さんなんだ。はい、大川信長さん。私自身最近信長、織田信長がメインとして取り上げられる作品、映画であったりドラマであることが多く見かけ、いいよゆっくりでいいよ大丈夫だよ、はい、多く見かけですが、その舞台が岐阜であったりだとか、岐阜という名前を織田信長公が命名したことを知っている方は多くはいません。そのことをたくさんの人に伝えていきたいと思っております。はい、ありがとうございます皆さん皆さん、岐阜市信長公450プロジェクトをご存知ですか。2017年は信長公が岐阜に入城し、岐阜と命名してから450年を迎えます。へー、はい、そういうことね、すごいね、はい、1年を通してさまざまなイベントを実施し、うん、みんなで盛り上がろうというプロジェクトになっております、うん、はい、
続いての写真は続いての写真は450プロジェクトの実行委員会の会長であり岐阜市副市長である浅井様にご挨拶をするために訪問させていただいた時のものです。大野さん、450プロジェクトに対しての意気込みをお願いします。はい、私も今出てたみたいにこれちょうど450プロジェクトの記者発表の時だったんですけども、参加させて、はい、いただきました。私も一緒に、と私はですねこのミスユニバース岐阜のファイナリストとして岐阜の良さをどん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  PR していきたいという目標があります。でその中で今、私自身 SNS のフォロワー数が、まあ、大体2万人弱いるんですけども、この強みを生かしてもっともっと岐阜のいいところっていうのをこう PR していきたいなっていうの と450プロジェクトではイベントがたくさん開催されたり、こうなんかいろいろお店とかも出たりするんですよ。なのでそういうイベントの告知と実際に私も参加させていただくという形で、450のプロジェクトにどん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 積極的に参加していきたいと思っています。はい、ありがとうございます。もう全然続いての説明無視聞いてました無視された、はい、聞いたのマイペース、はい、どちらかというとその事務局側に回って450プロジェクトをサポートするという形になっていきま す、はい、続いての写真は2月頃に新春書道パフォーマンスが行われました。いいね、決めてるね、はい、私竹内とファイナリストの松田里奈さんで信長校書道コンクール表彰式のプレゼンター補助としてお手伝いさせていただきました。松田里奈さんどうでしたか？はい、表彰式のお手伝いを今回させていただきました。それ以外にも実際沙織さんと一緒に書道パフォーマンスを初めて私拝見しまして、すごく迫力があって走る筆に命を感じました。命を感じたんですね。いいワードですね、うん、はい、私もとても感動しました。命を感じました、はい、本当に筆が生きているようで、はい、ずっと見ていたいなと思いました。これからも2017年ミスユニバース岐阜として450プロジェクトを積極的に盛り上げていきたいと思っております。以上、竹内沙織の活動報告でした。はい、ありがとうございました。なるほど、450、うん、もうこれプロジェクトに変わってきた、ね、岐阜はいろんなこうイベントもたくさんあってもなかなか、ね、こう広がるっていうのは難しかったり今までしてきたので、もうぜひ、ね、皆さんの力でこう広げていってもらえるといいなと思いますね。拡散力を使ったりとか、うん、あとの自分たちの感性であったりとか、やっぱり皆さん、ね、いろんなところに触れ合ったりとかいろんな場所行ったりする皆さんだと思うので、その経験を生かしてさらにこう発展というか盛り上げていただきたいなと思いますね、うんうん、じゃあ改めて沙織さん、意気込みを。意気込み、はい、そうですね、寝てた？でもね、すごいね、活動報告と聞かせてもらってすごい真面目に取り組んでるんだなっていうのが分かりました。いやいや、本当いつも思いますよ、ね、普段ぼーっとしてるんですけども、うん、でも今ね、読みながら話してる時もすごい伝えなきゃ伝えなきゃって気持ちがねすごい伝わってきたので、はい、ぜひこれからも活動報告皆さん注目していただきたいと思います、はい、ね、というわけでございまして、もう時間はあっという間でございます。あ、もうあれですか？はい、もうエンディングでございますよ、告知の方はまあ特にないので、まあ、番組の、そうですね、はい、毎月第1週第3週の日曜日、8時から、放送の方ね、新しくいつも配信させていただいておりますので、ぜひ皆さんご覧ください、はい、ということで、はい、ホームページとかでもですね、はい、詳細に載っておりますので、ぜひチェックしていただきたいと思います、はい、さあそれではまた次回も笑顔でお会いしたいと思います、はい、それでは皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ミスユニバースジャパン岐阜ファイナリストの猪子清香です、覚えにくい名字なんですけど、えとの一番最後と最初を取って猪子です。これを機にぜひ覚えてください。満員の一般投票では6万クリックをいただき第1位に選んでいただきました。ありがとうございました、愛にあふれた女性になるべく、これからも活動の場を広げていきたいと思っています。よろしくお願いします。